はい、皆さんこんにちは。今回は私のチャンネルがデスノートの疑いについてです。私がご紹介している帰化した有名人の方がなぜかご不幸に見舞われる事例がたくさんあります。ご紹介した直後の事例もあり、私の動画に関係あるかもしれないと思いました。今回はそれについて皆様と確認したいと思います。はじめに松尾隆さんです。こちらの動画で2021年8月29日に動画を上げています。松尾隆さんは本名岸井邦博さんです。2021年8月29日に動画を上げています。2021年12月15日の記事ですが、松尾隆さん61歳が肺塞栓症のため緊急入院されました。私の動画が影響あったかもしれません。続きまして、2021年4月23日に上げた動画です。公明党の岡本三成議員です。岡本三成さんは民族名陳三成さんです。2021年7月23日に動画を上げています。岡本三成財務副大臣が2022年度予算案の補足説明で用いた資料の読み間違いを連発し、審議が一時中断した。今までそんなことがなかったのですが突然起きました。2022年1月21日の出来事です。岡本議員は大変な秀才ですが、突然起きたことは怪しく思いました。次は2021年5月1日に上げた動画です。6名上げた方のうち千里間慶徳さんです。動画を上げた同じ5月の末でしたが、千里間さんが強制わいせつで逮捕されました。ゴルフ場の女性従業員にわいせつ行為をしたという事件でした。ボクシングジムのオーナーでボクシング界の重鎮である千里間さんがこのような事件は起こさないと思います。社会的地位を失うことは当然わかるはずです。この事件は大変申し訳ないと思いました。私の思い込みであれば良いのですが、大変申し訳なく思いました。続きまして、2021年8月9日で上げた動画です。中山翔太さんをご紹介しました。中山翔太さんが帰化したことをご紹介しました。2021年8月9日です。直後の8月13日の記事ですが、中田翔さんが暴行事件を起こしました。中田翔選手の暴行事件について大きく報道されました。中山翔太さんではありませんが、中田翔太さんと名前が似ています。こじつけのように感じるかもしれませんが、私も当時そのように思いました。中山翔太選手より中田翔選手の方が有名だったので選ばれてしまったのかもしれません。続きまして、2020年4月19日に上げた動画です。6人ご紹介しましたが、そのうちボビー・オロゴンさんがいました。昭和48年生まれと公表していましたが、実は7歳も若く公表していたことが分かりました。動画を上げた翌月の5月13日、ボビー・オロゴンさんが奥さんへの暴行事件を起こしました。私が動画でご紹介してから一月以内に起きた事件でしたので、ボビーさんが冤罪である可能性があります。7歳サバを読んでいましたが、見た目で分かりにくいので大丈夫だろうというデビュー前の設定作りだったのかもしれません。続きまして、付属池田翔事件の動画を2019年5月25日に上げました。児童を無差別に襲った大事件でしたが、事件の真相があるという動画を2019年5月25日に上げました。私が動画を上げた3日後、川崎市登戸通り魔事件が2019年令和元年5月28日に起きました。同じく児童がたくさん犠牲になった大事件です。犯人は男1人で、池田翔事件と大変類似します。このような大事件に隠された真実などはないと言いたかった可能性があります。大変申し訳ないと落ち込みました。続きまして、島根女子大生事件の動画は2016年11月18日に上げました。誘拐現場の状況をご紹介しています。2009年に起きた大事件で、7年経っても現地に事件のお知らせ看板が出ていました。私が動画で上げた翌月の12月に事件が急展開しました。犯人が特定されて、2009年に事件を起こした後すぐに亡くなっていたそうです。その人が犯人だったかどうかは分かりませんし、大変不審な終わり方でした。
この人物が犯人だと報道されました。事件を起こした直後、亡くなっていて本当に犯人かどうかわからないと思います。続きまして、2017年10月22日に衆議院総選挙がありました。開票所で不正の疑惑がある状況を撮影して動画を上げました。撮影した動画と画像はツイッターでも公開して、延べ人数約500万人に見ていただき、大きな反響がありました。ありがとうございました。翌月11月5日に大田区選挙管理委員会の係長上田和美氏が別な事件の容疑者で逮捕されました。私が動画を撮影した大田区開票所でも見たことがある人でした。この人が別な事件を起こしたとして逮捕されてしまいました。交際相手の女性を丸買いし、遺体を東京都江東区の路上に遺棄したとして罪に問われた元大田区選挙管理委員会職員上田和美被告57歳の判決公判が29日東京地裁で開かれた。中山裁判長は身勝手な犯行として懲役18年を言い渡した。不正選挙の疑惑があった直後、このような事件を起こすはずがないと考えています。上田さんには大変申し訳ないと思っております。ということで、私が動画に上げた関係者が次々と影響を受ける事象が続いています。これは私が主張していることを何とかしたいと考えた結果である可能性があります。本当は私を狙いたいところですが、代わりに狙われてしまった可能性があり、申し訳ない気持ちでいっぱいです。冤罪であれば名誉を戻してあげたい気持ちです。次はご紹介した当時の動画を確認してみましょう。